最近ね、コロネとね、ちょっと喋る機会があってね。で、コロネと喋って、久しぶりっつって喋って。で、そしたらなんか、うちもさ、コロネのことさ、うち結構好きだからさ。だからさ、いつもさ、これ喋ったりとかするとさ、なんか、あ、コロネさ、遊びたいよねみたいな。会いたいよみたいな。こと言うのよ。なんか、久しぶりに遊びたいみたいなこと言うの。もうそうすると、コロネにさ、この間はさ、いつも言ってんだろうがよーって言われて、めっちゃ怒られた。うん。で、なんか、あのね、これには理由があって、これには本当に理由があって、うちもコロネも自分から誘うタイプじゃなくて、で、なんかコロネも、行きたいとか遊び行こうよとか、なんか言うんだけど、実際になんか計画を立てるまでは、なんか行かないみたいな、なんだろう、なんて言うのかな。これ誘い受けっていうのかな。なんかそういうタイプだから、なんかその、で、うちもなんかあんまり、こう自分から、その、ぐいぐい差し入れ遊ぼうとか、計画したりするタイプじゃなくて、なんかどちらかというと、うちはみんなで会おうっていうのを計画することが多いかな。それで、なんか、お互いそういうタイプだから、なんかお互い連絡を取り合わないとすぐ疎遠になっちゃうの。なんかお互い仲良くて、もう会ったりとか久々に喋ったりするとめちゃくちゃ盛り上がるのに、なんかお互いそういう気質だから、なんかちょっと疎遠になりがちで、疎遠っていうのもなんか同じグループで活動してるから言うの変なんだけど、なんか連絡を取らない期間みたいなのができちゃったりとかするから、だから、なんかその、そう、うちがちゃんとコーネに連絡を取ろうって思った。っていう。コーネに連絡をちゃんと取って、今度一緒に遊びに行こうって思ったっていう話なんだけどね。そう。そうなんだよ。もうね、この間に、ね、言われてね、いつも言ってんだろうがって言われて、まあ確かに。コーネも毎回いつも遊び行こうって言ってるし、うちも遊び行きたいね、遊び行こうって言ってるし、毎回お互い言ってるのに全然実現しないから、遊び行くわ、今度は。遊びに行こうってちゃんと誘ってくる。うん。っていうお話だね。